総副辞席出土の和道海賃。和道海賃は708年8月29日に日本で鋳造、発行された戦火である。日本で最初の流通貨幣と言われる。校長12線の一番目にあたる。直径 24mm 前後の円形で、中央には一辺が約 7mm の正方形の穴が開いている円形型塔の形式である。表面には、 時計回りに和道回鎮と表記されている。裏は無門である。形式は621年に発行された等の改元通報を模したもので、書体も同じである。律令政府が定めた通貨単位である一文として通用した。当初は一文で米キログラムが書えたと言われ、また新成人1日分の労働力に相当したとされる。 現在の埼玉県秩父市黒谷にある和道遺跡から和道が産出したことを記念して和道に改元するとともに和道開鎮が作られたとされる。ただし、道の産出が憔悴とされた事例はこの時のみであり、そもそも和道開鎮発行はその数年前から計画されており、和道発見は貨幣発行の口実に過ぎなかったとする考え方もある。党に習う目的もあった。 和道会賃銀銭708年5月には銀銭が発行され、7月には銅線の鋳造が始まり、8月に発行されたことが俗に本気に記されている。銀銭が先行して発行された背景には当時、私への無門銀銭が都で用いられていたのに、対応するため、私への無門銀銭を公の和道会賃の銀銭に切り替える措置が必要だったからと言われている。しかし、 銀線は翌年8月に廃止された。和道開鎮には厚手で稚拙な小和道と薄手で精密な新和道があり、新和道は銅線しか見つかっていないことから銀線廃止後に発行されたと考えられる。小和道は和道開鎮の初期のものとする説と、和道開鎮を正式に発行する前の市中線、または試作品であるとする説がある。かつ、小和道と新和道では、 成分も異なり、コア銅はほぼ純銅である。また、両者の鮮明は、所帯も異なる。コア銅はあまり流通せず、出土数も限られているが、新和銅は大量に流通し、出土数も多い。ただし、現在、古銭収集目的で取引されている和銅船には、岩作が多いので注意を要する。材料として、 前室の武蔵区に秩父一帯の銅鉱山のもののみが使用されたと誤解されがちであるが、それ以外にも長戸国の超東鉱山やスウー国の銅山から産出された塔なども使用された。都に近い京都府鴨町や大見、河内などで製造されたとされるが、和道海鎮鋳造の跡が発掘された長戸中戦所跡が有名である。俗日本記には、 巣王国の鉱山の銅が長渡国に送られ、貨幣鋳造に使われていた旨の記録が残る。当時の日本はまだ米や布を基準とした物々交換の段階であり、和銅海鎮は貨幣としては機内とその周辺を除いてあまり流通しなかったとされる。また、銅鉱一つ発見されただけで元号を改めるほどの国家的事件と捉えられていた当時において、 大量の同原量を確保することは困難であり、流通量もそれほど多くなかったとの見方もある。さらに、地方財政が一貫して、営党を基本として組まれていることから、実領国家は、農本思想の観点から、通貨の流通をととき内に限定して地方に流れた、通貨は中央へ回収させる方針であったとする説も、ある。それでも、地方では、 富と権力を象徴する宝物として使われた。発見地は全国各地に及んでおり、渤海の遺跡など海外からも和道海賃が発見されている。発行はしたものの通貨というものに馴染みのない当時の人々の間でなかなか流通しなかったため、政府は流通を促進するために税を貨幣で納めさせたり、地方から税を納めに来た旅人に旅費としてお金を 渡すなど様々な手を打ち、711年には、蓄線除異例が発布された。これは、16位以下のものが10巻以上蓄線した場合には、位を1回、20巻以上の場合には2回、進めるというものである。しかし、流通促進と蓄線症例は矛盾しており、蓄線除異例は、銭の死蔵を招いたため、800年に廃止された。政府が定めた価値が、 地金の価値に比べて非常に高かったため、発行当初から民間で勝手に発行された市中線の横行や貨幣価値の下落が起きた。これに対し律令政府は、蓄線除異例発布と同時に市中線鋳造を厳罰に定め、首謀者は資材重犯者は木管、家族は流罪とした。しかし、市中線は大量に出回り、貨幣価値も下落していった。 760年には万年通報が発行され、和道開珎10枚と万年通報1枚の価値が同じものと定められた。しかし、形も重量もほぼ同じ戦化を極端に異なる価値として位置づけたため、借金の返済時などの混乱が続いた。神宮会宝発行の後、779年に和道開珎、万年通報、神宮会宝の参戦は、 同一化を持つものとされ、以後通貨として混用された。その後、延暦15年に4年後をめどに、和道開陳、万年通報、神宮会宝の三線の流通を停止する、御事のりが出されたものの、実際に停止できたのは、大道2年のことであり、それも翌年には取り消された。また、延暦15年の御事のりでは、すべての貨幣を、流平へ宝に統一する方針が出され、 そのための材料として回収された三線がいつぶされた。和道回鎮が流通から姿を消したのは旧世紀、半ばと推定されている。和道解放と読む説と、和道回鎮と読む説がある。和道は、年号の和道を簡略にしたものとする説と、年号とは関係がなく、天地和道、万物和道、上下和道というような、和らぎとか、 調和という意味の中国の古典にある吉祥語であるとする説がある。開陳は初めてのお金という意味である。法と読む説は、陳は宝の遺体字であり、天平正宝四年を天平家父に四年と表記している事例のほか、東大事件持帳に宝の意で陳を用いている事例があることや、宝は貨幣の意であることによる。そもそも、 和道海賃は621年に発意され300年以上に、渡り島及び周辺諸国で広く流通した海源通り、宝を模倣しており、和道海賃の海賃は海源通り、宝を略したものと推察されること、引き続き鋳造された万年通報をはじめ、校長12戦、その後流通した総戦、元銭、に民戦及び江戸時代の銅戦のすべてが、 宝であることなどを根拠にしている。陳と読む説は、陳は、陳の遺体字であり、国家陳宝を、国家陳宝と表記していると考えられる事例があること、平安時代末期の歴史書、日本記略に、和道会陳と書いてあること、などを根拠にしているが、当時の中蔵技術では単に宝が、鋳造困難だったために、陳とされたという反論もある。いずれにせよ、 校長12戦の残り11がすべて宝からであり、これだけがチとするのがおかしいという反論も根強い。また上下右左に数回道鎮という読み順の可能性を指摘する説もある。また、和道とは官民が互いに納得して取引ができるように願いを込めた名称であるとする説もある。和道回鎮以前に存在した貨幣として、無門銀線と不本線が知られている。 1999年1月19日には、奈良県アス村から大量の不本線が発見され、最古の貨幣は、和道海鎮という定説が覆える、教科書が書き換えられるなどと大きく報道された。しかし、これらは広い範囲には流通しなかったと考えられ、また、通貨として流通したかということ自体に疑問も投げかけられている。現在のところ、和道開鎮は、 確実に広範囲に貨幣として流通した日本最古の貨幣であるとされている。ありがとうございます。